中島とも八二月十九日昭和四年十月六日は、明治、大正期の大日本帝国海軍軍人、工学者。最終階級は、海軍機関中将一階は小一くらい、高級は、高一級、訓等は大訓一局実大受賞、訓四等随法賞、学位は、工学博士。意味名は、A 清。両万丈赤軍神役。 中島三郎介の三男として、浜御殿の役宅で生まれる。母は、西丸はじめ番組ごと、岡田貞十郎の長女、鈴。慶応四年八月、父が、長兄、常太郎、次慶英二郎ら裏賀奉行所の役人を率いて、江本武明と共に、江戸へ向かったため、母に連れられて、寸婦に移住した。翌年父と兄二人は、 箱館で戦死してしまうが、父の同僚であった静岡藩県小三寺、佐桜倉東太郎の奔走によって、明治3年、長廷の後を継ぐ形で、静岡藩三島金番子に取り立てられた。その後、父の同僚や弟子であった、佐桜倉東太郎、香山英財門、木戸孝義、浜口栄美木、榎本武明の支援を受けて成長し、明治16年、 海軍機関学校に入学した。同年、東京大学法科大学を主席卒業。明治21年に、海軍小機関士に任官、畜子乗組となる。明治24年には、早くじら水来式心得研教官心得を経て、おじの設計による、海門乗組となった。明治25年海軍大機関士海軍中佐に、新旧、翌年吉野開校委員として、 英国主張、そのまま、吉野乗組建水来主期となり日清戦争に参加した。明治28年以降は、鳥海、立田、金剛の機関長を歴任した後、明治31年、海軍機関召官に進み、海軍機関学校教官、海軍機関学校幹事長となった。明治32年、グラスゴー大学に留学し、海軍機関中間に進級した。 明治35年に帰国し、海軍大学校教官、大本営人事部部員、横須賀海軍交渉検査官を経て、明治38年海軍機関大元に進級した。明治40年に、蒸気タービン導入のため英国出張、以後、造船監督官、管制本部員、明治45年海軍機関少将、横須賀海軍交渉臓器部長、呉海軍交渉臓器部長歴任。 燃料の切り替えと上ビン国産化に尽力した。大正4年、工学博士を授けられ、翌年、海軍技術本部第五部長、海軍機関中将となり、大正9年大訓医局実大受賞を受賞した。大正12年3月に予備役となった。ありがとうございます。